はようございます。札幌の朝は寒いですね。4月とは思えないわね。まずは朝ごはんだね。何にしようかな。昨日教えてもらった地下道、すごいですね。札幌駅まで一直線に行けるんですか。車を気にせず歩けるのはいいね。街並みを見れないのはちょっと気になるけどね。朝一だとのびのび歩けるね。昨日は人混みでゆっくり回れなかったものね。まあ店はほとんど開いてませんがね。いろんな列車がいろんな方面へ行くのね。私たちは釧路方面へ向かいますよ。へえ、北海道はこんな形で乗車口案内がされるんですか。近鉄は足元の番号の位置でお待ちください、だよね。特急は吊り下げられている、パタパタよね。これから乗るのは釧路行きの特急、大空ですね。大きい北海道にふさわしい、爽やかな名前ね。終点の釧路まで3、4時間ほどですね。そこから根室へ向け、乗り換えます。結構時間かかるんだね。北海道の広さを感じますね。北海道の列車は四角いね。昨日も色違いを見たわね。あの形が基本なのかしら。こちらにも来ましたね。私たちが乗る大空号の到着です。わっ、豪華な椅子。これなら長時間でも快適ね。一応指定席で撮ったんですけれど、あまり人はいませんね。自由席でも良かったかしら。まあ気兼ねなくくつろげるし、いいんじゃない。いよいよ旅の始まりですね。札幌から南東へ、日本最東端を目指すわよ。レッツゴー。そういえば、アスカから列車についてのレポート、もらってたんでしたっけ。そうそう、私がアスカの代わりに随所で喋っていくわね。打ち合わせしてたんだ。準備万端だね。特急大空は函館本線、千歳線、関所線、根室本線を通って札幌と釧路を結ぶ特急よ。由来は北海道の上に広がる大きな空。今は1日6往復の運転ね。いろんな路線を経由するんですね。途中帯広まで運行される特急は十勝だって。こっちは5往復よ。合わせると結構走っているんだね。アスカたちが乗っている宗谷は1往復と聞いていますから、それに比べると
こは、昨日空港から乗ってきた線路の逆方向ですね。空港へ向かうだけあって、線路もいっぱいだね。空港のあたりまで南へ行って、そこから東へ進む感じかしらね。そこまで買った朝ごはん食べよう。シンリーは、羊羹パンですか？なんか珍しいよね。上にかかっているのが羊羹かな？北海道と言ったら牛乳よね。セコマの牛乳は、やっぱり北海道産らしいわ。昨日も思いましたけど、札幌を離れると、目に見えて建物が減りますね。人口がいくつかの都市に集中しているからね。そうでないところは農場だったり、自然そのままだったり。広い土地なのもあって、一層顕著ですね。南千歳駅ね、函館方面と新千歳空港方面は、ここで乗り換えよう。昨日はこの辺りから乗ったんだよね。近鉄でいう西大寺のような分岐駅なんですね。あっちに分かれた線路は、函館方面ね。線路の数がごっそり減ったね。やはり空港から札幌を結ぶ列車に広く需要があるんですかね。車や飛行機の台頭などで厳しい JR 北海道で一番儲かっている路線らしいわよ。厳しい北海道でも頑張っている線路なんだね。例の疫病で赤字になっちゃったけれどね。山に入ったみたいですけれど、ところどころ雪が残っていますね。もう4月だけど、まだ溶けないんだね。トンネルじゃないけど、屋根が多いね。線路を凍結や雪から守るためのものらしいわ。本州ではあまり見られないものですね。わあ、これはもう冬の山ですよ。癒される自然だね。川も冷たそう。この辺で降りて、ゆっくり撮影したいわね。車ならそういうのもできるんですかね。トマム駅。変わった駅名だね。トマムはアイヌ語で湿地を意味するそうです。スキー場のある観光地ですね。あ、言い忘れていたけれど、次の新徳駅までは普通列車がなくて特急だけなんだって。え、普通列車ないの？れっきとした観光路線ですね。山や森を抜けて、だいぶ開けてきましたね。遠くには雪をかぶった山が見えるわ。ゴツゴツして険しそうね。新徳駅到着。ここからは根室本線と合流よ。根室本線と合流？ここまで通ってきたのは？ここまで乗ってきたのは石勝線で、根室本線は滝川駅、北方からやってくる路線みたいです。
もともと根室方面へは根室本線を使っていたんだけど、関小線ができてからは時間短縮でそっちを使うようになったみたいね。新徳以北は名前だけ残っているって感じなんですね。まあここからは正真正銘根室本線で根室までだね。そうね、まだまだ長いわよ。まだ半分も行ってないんですね。圧倒的スケール、北海道。おやつタイム。セコまで買ったトウモロコシのお菓子だよ。北海道ではトウキビって言うんですよね。しっかり焼きトウモロコシの味わい。トウキビといえば、大通りでのワゴン販売だけど、ちょうど営業休止だったのよね。知らなかったとはいえ残念でしたね。今回はこれで、気分を味わえたからよし。この辺りは、家一つ見えませんね。これも北海道らしい光景だね。とか言っていたら、家が増えて都会らしく。もうすぐ帯広駅ね。いわゆる、十勝の中心地で自然豊か、農業が盛んよ。都市機能は駅周辺に集約されている感じなんですね。昔は日幌線や広尾線といった別の路線もここから伸びていたらしいわね。ああ、廃線というやつですね。北海道は特に多いと聞きます。停車駅じゃないのに止まっちゃったね。対向列車との行き違いですよ。単線ですからね。あ、ローカル線でよくあるやつ。北海道の鉄道はほとんどが単線のようで、特急とはいえ飛ばすわけにもいかないみたいですね。一杯乗ってたね。帯広か、札幌か、どうやら通勤需要もあるみたいですね。もうすぐ、新吉野駅が見えるわよ。新吉野駅、北海道に？吉野といえば奈良だよね。地名が奈良と同じ吉野っていうらしいわね。明確な由来はわからないんだけれど。ちなみに新十津川駅というのもあるわよ。そっちは奈良の十津川の人々が移住してできた場所らしいわ。アイヌ語しかり、北海道の地名には特徴的なものがありますね。十津川村に鉄道はないけど、新十津川には鉄道があったんだね。いよいよ座席を移せるくらい空席が多くなりましたね。旅の臨場感が出ていいんじゃないかしら。でいい巣だよね。さすが特急。長旅も快適ですね。道路奥に海が見えるわね。すごく曇ってるけどね。
晴れていたら一面見渡せたんでしょうかね。もうすぐ釧路到着ですね。あっという間でした。根室本線はまだ続くけど、特急の運転は次の釧路までなのね。乗り換えの時間が10分余りなんだけれど、つつっちゃんに買い出しをお願いしたいなって。任せてください。一旦改札を出て売店で買ってきますね。しばらく食べられないらしいからね。お湯は少なめにはなりますが、その分夜はたくさん食べましょうね。それじゃあ行ってきますよ。気をつけてね。目当てのおにぎり屋、想定以上に繁盛してましたね。ですがなんとか確保できました。ホームへ戻りましょう。もう先に乗ったみたいですね。少し取ってから、私も乗りますか。一両ですか。能登鉄道を思い起こさせますね。ありがとう、十分間に合ったわね。さすが吉次だね。このくらい任せてくださいよ。これがシンリーで、そっちがレイナの分ですね。ローカル列車で食べるおにぎりって風情あるよね。日本の旅らしいわね。花咲線、根室線じゃなかったっけ。どうやら根室から先は花咲線という愛称があるらしいわ。公募で決まったらしいわね。沿線にある花咲港が由来とか。花咲線っていうからお花がいっぱいあるのかな。今はこれだけ寒いからそんなにないかも。で、今乗っている快速のサップは花咲線で運行している快速列車ね。のサップは最高端の地のサップのことを指しているんでしょうか。そうね、私たちがこれから目指すところよ。かなりのんびり行くんだね。ここまで特急で飛ばしてこれたけれど、この路線ではそこまで速さは出せないのね。快速とはいえ、速さは普通とさほど変わらないでしょうね。ここは景色がなかなかいいらしいのよね。ゆっくり眺めながら行きましょ。柵もない砂利の上に敷かれたレール、ローカル感がさらに引き立てられますね。この果ての線路もみんなの力で守られてるのね。そういえばクラウドファンディングで話題になっていましたよね。あ、そうね、ものすごい支援が集まったらしいわ。向こうに可愛い建物が見えるね。多分待合室、プレハブのようですが。北海道ではよくあるタイプらしいわ。海が近いね、遮るものが何もない。
やはり曇りなのが悔やまれますね。こればかりは仕方ないわね。ほら、少し見晴らし良くなったわよ。島が見えるね。島というより対岸ですかね。ここは厚岸湖という湖だそうですよ。厚岸湖、不思議な響きだね。ここも変わった湖だね。ここは湿原ですかね。暖かくなってきたら緑が鮮やかに見られるそうですよ。今の小麦色の湿原もなかなかいい感じよ。クーラーでなく扇風機、時代を感じますね。昔は扇風機のある電車が主流だったのかしら。おちいし駅発車、次は昆布森駅。昆布森駅、これまた衝撃の駅名ですね。すごい、果てしなく続く草原ですね。思い切り走り回りたいね。日本最東端の駅、感慨深いですね。ついに日本の一番東まで来たんだね。あ、根室駅は厳密には日本最東端じゃないのよね。え、終点なのに最東端じゃないんですか。どういうこと。その辺りの話も含めて、降りてじっくり観光していくわよ。ご理解とご協力をお願いいたします。